モイーズ・カペンダ・チョンベは、コンゴ民主共和国の政治家。カタンガ州の分離独立を主張して、カタンガ国の初代大統領に就任し、コンゴ道乱が泥沼化する原因を作った。チョンベは、ベルギー領、コンゴの結ん場で富裕なビジネスマンの息子として生まれ、神学校で教育を受けた。1950年代に、コンゴで独立運動が盛んになると、チョンベは、 ゴドフロは無論語と共に1958年、コナカ島を結成した。これは、カタンガ全部族の連合政党で、ユニオンミニエール社などのヨーロッパ人や部族長の支持を受けた。1960年の選挙で、コナカ島はカタンガ州の実権を掌握した。同年今後が独立すると、天然資源の豊かなカタンガの経済力をバックに発言力を維持しようと、 するチョンベとジョセフカサブブ大統領、パトリスルムンバ首相の対立がすぐに表面化し、チョンベとコナカ島は、今後の旧宗主国ベルギーの支援を取り付け、カタンガ国の分離独立を宣言した。これが引き金となり、今後国内は4分5列の様相を呈し、今後ドーランへと突入した。キリスト教徒で反共主義者、西側寄りのチョンベは、ベルギーをはじめとする、 西側諸国から支援され、ベルギーは自国民保護を理由にカタンガに軍を侵駐させ、チョンベを支持する姿勢を見せた。カタンガは2年間独立を維持し続けたものの、1962年末に今後国連軍がカタンガを占領し、チョンベは北ローデシアに逃れ、さらにスペインに移った。1964年1月以降、今後国内の反政府勢力が 武力闘争を激化させるに伴い、シリル・ア・ドゥラ首相の内政手腕の欠如が露呈した。騒乱の早期平定を望むカサブブによってチョンベは、スペインから呼び戻され、同年7月に首相として、組閣に至る。しかし、再び、カサブブとの対立が激化し、1965年10月に、首相を解任された。同年12月、ジョゼフ・モブツによるクーデターが起き、チョンベは、 再び、スペインへと亡命した。1967年には、不在のまま死刑判決を受けている。1967年6月30日、チョンベは、イビサ島を訪れた後、パルマへ向かう飛行機に乗り込んだ。しかし、同期は離陸直後にチョンベのボディーガードによって、ハイジャックされ、アルジェリアの空軍基地に着陸。チョンベは軟禁された。今後政府からの送還要求。 西側諸国による解放要求は共に拒否され、チョンベはアルジェリアで軟禁状態に置かれたまま、1969年6月29日に心不全で死亡した。ベルギーエテルベークボッチのメソジストの区画に埋葬されている。ありがとうございます。